皆さんこんにちは、ダブルハンマーです。本日も堀口秀俊スペシャルの時間がやってきてしまいました。3月17日、本日も堀口くん周りの出来事を超ざっくり簡単にまとめていきたいと思います。ではいく。昨日3月16日は各所で堀口くんのお誕生日が祝われていたようですね。小林のいかりさんは特に気合が入っていて、こだわりのケーキなんかも作成していたようです。かなり盛り上がっていましたので、お時間のある方はぜひとも本家のアーカイブをご覧になってみてはと思います。白山昆布茶さんもオリジナルビスコを作成し抽選で配布していらっしゃいました。残念ながら堀口くん本人からの連絡はなかったそうです。ハイブタさんもライブをされていましたが、こちらはノート裁判についての解説でした。こちらも未だに開示されたかどうかわからない状態でありますが、堀口くんから新たな書面が出てきたと。それは仮処分の申し立てだったそうです。なんでや。大体の場合、開示されて一緒に出てくるのが仮処分ではないでしょうか。裁判をするときに暫定的にやっておくやつですよね。その署名もほぼ開示の時につけられた内容のままで、そのままでは通らないんじゃないかなというのが灰豚さんの見解のようです。あと堀口くんがどやっていたクラウドフレア社の間接強制についてですが、非常に興味深い話をされていました。1日25万だと生きていた堀口くんですが、その堀算はもろくも崩れ去るようです。その理由は灰豚さんのライブでぜひ確かめていただければと思います。あと界隈では過去に420万円をオンダーをされた八代たかりさんが Google から開示っぽいメールが来たそうです。それについても灰豚さんより見解があり、いわゆる収益化と言われる Google AdSense の方は難しいらしいのですが、 Google アカウントの方は割と緩いようで通ってしまうこともあるようです。なので Google アカウントの方でメールアドレスだけ開示されたとかじゃないかなという見方のようです。同様のメールは過去に赤木レアさんやマスクドタキシードさんも受け取ったことがありましたね。そして宿敵とも言うべき暇空茜さんとのやり取りですが、少し遡って15日金曜日お昼頃に何らかの書面が生間弁護士によって受け取られたそうです。その書面によってかなりの夜泣きが発生するであろうと予想されていたこと、暇空さんも夜に祝杯を挙げていたこと、堀口くんが言うほどクリティカルな書面でもなくとヒットマークを出していたことから、かなりダメージは大きかったようです。そんな堀口くんの捨て台詞がこちら。いつでも構ってもらえると思っていて許されるのは入浴時までですよ。未遂未遂ガトツの説明かな。さらに堀口くんは完全に逃げの言い訳になりそうな、他に用事があり SMS を稼働させない時もあるなどと言い出してしまい、完全に墓穴を掘っています。みんなが関わらないようにして離れてしまうからでしょうか。この人の煽り体制きくすぎ。気を取り直して堀口くんは卒倒式に君が代を歌わない選択をし、強制しないようにという主張をしている親子を取り上げた記事に意見を語り始めます。なんか話し方が回りくどいせいで、歌いたいのか歌いたくないのか、強制と自由が読み取れていないような発言でよくわからないですね。そのあたり暇空茜さんからもコミュ力が幼稚園児と揶揄されています。堀口くんいわく、教職員と生徒の間には圧倒的な力関係があり、教員は小中学生を力で押さえつけていて、教職員は内申点を人質にして生徒を強制的に従わせているそうです。そうかな。暇空茜さんのコメントはこちら。皆さんは先生、教職員は内申点を人質に生徒を脅迫して従わせていると思ったことがありますか？もしあったら、あなたは堀口くんと思考が似てます。ない人は安心してください、似てません。よかった、私は堀口くんと似ていないようです。そして極めつけに、暇空茜さんから堀口くんがウーバーイーツを頻繁に利用していると大込みの発表がありました。そこを論されるの？いや、昨年10月の駅前留学以来ずっと日本にいるらしいと、ウーバーのどこかからタレコミがあったようです。さすがはフォロワー1万を超えるインフルエンサーですね。有名になるとそんなところからも情報が来るのか。この煽りに対し堀口くんはどう反応したかというと、もし日本にいると思うなら自宅に押しかけてきたらいいんじゃないですかね。今しろ私を刺したくらいで失うものはないでしょう。リーガル教師を自称しながらも結局はお金で弁護士を雇えるだけ。悔しかったら実力行使してみたら、親を刺したみたいに私を刺したら私に勝てますよ。なんでそうなるの？いや、お前ウーバー使ってるやろ、日本におるやんけ、来なか買ってこいや、刺してみろよとはならんやろ。キレゲーのキレが良すぎてドン引きですよそれは。あと微妙に弁護士を雇うこと、弁護士さんの仕事を否定してませんか？相変わらず全方向に喧嘩を売っていくスタイル、弁護士っぽい人もいるカルキス軍団はどう思うんでしょうか。堀口くんは弁護士を雇うのは強者の振る舞いではないとお考えなのですね。さすが王は格が違った。日本にいると思ったら自費自宅まで会いに来たらいいのに。それとも来れない育児なし、玉なし。それとも
私からご自宅に伺えばよいでしかね。位置がよいでしかね。水原きよてる、証券されてる、人生終わってる、突然の落長。は？は？なんというか、呆れてコメントが出ません。相手をされる暇空さんは優しいですね。返答がこちら。堀口くんにわかるようにストレートで言っておくね。俺は君のことが嫌いだ。同じ空気を近くで吸いたくないレベルで、顔も見たくない、近寄りたくない、リーガルで蹴りつけたいだけ。感情制御できずにモニターにナイフ突き刺す異常者に会いたいもの好きなんていねよ。自分をなんだと思ってたんだ。超嫌われ者だよ。俺は堀口と会いたくない、会いたいと思ったことない、ナイフをモニターに突き刺す危険な異常者となんて会いたくない。ですよね。ただもう私はこれ優しさだと思うんですよね。こうして面と向かって正面に立って正直に言うのって大変なんですよ。堀口くんのことがどうでもいい他人からしたら、何も言わずに相手をしないのが一番楽なんです。そうして周囲を黙らせることが堀口くんにとって勝利で快感なのかもしれませんが、それって結局周りの人は離れていくだけではないでしょうか。一人になっても平気ならいいのですが、ゲスバやスペースをたくさんしているあたり、一人ぼっちは嫌なんじゃないでしょうか。それならば振る舞いをもう少し考えてみてはいかがかと思いました。聞かないとは思いますが、今回は以上となります。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。